はい、どうもです。えー、びっくマン大好き、ホビー、オフ大好き、おやじでございます。先日ね、ビックリマンの、ちょっとね、福袋的なやつをね、購入したんですけども、また同じお店でね、ちょっと面白いのが入っていたんで、購入してきました。それがね、こちらでございます。ドドん。えー、前回よりね、ちょっとお安い。ただ、量がちょっと少ないんですけど、まあ、ビックリマンのシールだね。 これなんかスーパーゼウスって書いてあります、うん。反対側も見えてね、聖天使たける。これ、ビックリマン2000とかのやつですよね。アニメでね、昔見た覚えがあります。うん枚数はこのぐらいなんですけども、まあ、せっかく見つけたのとお値段は安かったんでね、購入してきました。早速ね、ちょっと開封していこうと思います。 はい。ってことでね、全くちょっと知識のない、もう全然よくわからないビックリマンなんですけど、まあビックリマンではあると思うのよ、一応ね。スーパーゼウスって書いてるんで。でもこれはかっこいいよ。キラキラしてるからね。うん。うん、状態はそんなによくないね。うん。なんだろうね、ビックリマンなのかなバグ悪魔ギガ天使って書いてるね。あ、でもビックリマンプロジェクトとは書いてるんだ。うん。 次がね、この聖天使たける。ちょっと名前はいいか。これでも主人公の子だよね。これもキラキラしてる。多分ね、お尻の方がちょっと悪魔だと思ったんで、あっ、お守りかな、これ。なんか落ちた。え、これビックリマンこれなんだ、ビックリマンじゃないのかな。なんかサッカー選手出,て出たよ。え、これ違うのかな知ってる人来たら教えてください。 消防磁石。原稿用紙。えこれ何これビックリマンとは違うのかなカッパ巻き。カッパ巻きってことか。これはちょっとキラキラしてる。文豪、芸亭。あ、でもなんかここに書いてあるね。あ、天使だね。なんかいろいろ混ざってんのかなじゃあ。えー、読めません。コピー機。 ビーキですねこれはもう完全にでもこれだけのやつかなこれって同じビックリマンチョコとして出てんのかなあこの子かわいいスタイリストこれなんだこれキラキラしてるよちょっとねこれお守りっぽいねはい悪質ハンダー違う悪質ハンターだでもこれもあっ違う お守りと悪魔は一緒に描かれてるんだ。だからどっちかどっちかは絵を見てわかるってことか。監視官。これお守りっぽいね。キラキラしてるし。これもはどっちかな。快眠枕。でもこれもちょっとキラキラしてるから。お守りかな。ボート。これは悪魔でしょう。なんかこれ、なんか切り抜いたような跡があるなぁ。 なんだろう点線切り取り線みたいのがある。ほら、これもなんかちょっと違和感ないほら。なんかあれかな一枚物を切ったのかなこれ。ちょっと詳しい方いたら教えてください。だってここら辺のさ、枠がもう違うもんね。防水加工。だダン。回転スッまあでも可愛いからいいや。これ。これはお守りだろうね。 ライト弟。兄が欲しいな。ライト弟。あれか。ライト兄弟だね。あ、これびっくりマンじゃん。悪魔天使シリーズってちゃんと書いてるもん。入ってた。あ、しかもこれ天使カードだ。何かんの抜かんのお、入ってたね。全部このシリーズかと思ったけど。えー、ミスった系 ほら、これもやっぱりなんかね、切ってるよね、これね。これなんかのおまけだったのかな。えー、レスキュー・テンニョ世。こういうのは多分一枚ものだと思うね。これかわいいね。この子もね、キラキラしてるしね。あ、でもこれもそうだね。なんかシールの感覚で、これもでも結構綺麗よ。かき氷ラかわいい子がいいな。ポーカード。 ポーカード。これもキラキラしてるよ。クリア受信。どっちだあ可かわいい子だ。キラキラしてるし。結構いいんじゃない多分、レアかどうかは置いといて、かわいいのが多い。レム睡眠。これは悪魔っぽいね。レム睡眠。バニ,バニーラ。あ、でもバニーラ。結構かわいい子多いよ。バニーラ。次はダンディーラ。これはもうダンディーでしょ、完全に。あ、違う。かわいい子出たよ。 ダンディーラー女の子なの。あれ結構なんかキラキラカード多いね。こんなもんなのかな今作り。お、ざんライダー。これもなんかキラキラしてるけど。これ悪魔っぽいね。どっちなんだろうなんか読めばわかるんだろうけど。ピンゾロイド。なんかもうシールのさ、触り心地とかも違う。これあれじゃないのヤッターマンのサイコロのやつ。いいの完全にパクってない。 これもなんかキラキララしハチ組の冒険や組の冒険っていうのは違うは組の冒険デジカメテンテこれもキラキラしてなんか結構どれもキラキラしているなかなしばり大魔王ホ護カンのこれはもう絶対可愛いんじゃないホ護カンで名前が可愛いわねお可愛い可愛い 結構状態良くなってきたここら辺のアパタイ当店アパホテルあでもこの子も可愛いよほらアパタイ当店んだろうね全然あれがわからないねアイスクリーム名前的にはあでも可愛い感じするんだ,け,、ね、だけどねなんかリスみたいな感じ当たりって書いてるばえーおみくじ仙人おみくじ仙人もキラキラしてる あっこれ男の子かな。あこれあれじゃない主人公の仲間のやつじゃない確かシャーマン・カーンを尊敬しているサポーターあセントマモリって書いてるわこれタフガイあタフガイあタフっぽいねタフなガイだね スデアリングおなんかちょっと強そうだよ、でも。大鏡馬、100分の1。どういうことなんかすげえ悪の大魔王みたいな、ブラックゼウスみたいに出ないね。零点区。結構なんかキラキラしてるし、これ辺のは状態いいなお。クリア送信、かわいい。かわいい子多いな。バカラ群衝。 あ、これなんか見たことあるバカラ軍曹。これアニメに出てたやつかな。これなんか覚えあるな。アクトです。かわいい。絶滅器。結局ビックリもあの、一体しか出ないね。熟睡点。お、かわいい。なんか女の子多いな。アクウンゴール。あ、これあれだ。切り取り線があるやつだ。 これは多分ダメなんだね。これはなんだろう。シールにすらなってないのかなちょっとわかんない。あダブルブッキング。なんかちょっと今までと自体が違う。これ何あ、でも別にそんな大したことないな。かっこよくもないし、強そうでもないし。あスター典型でも絶対かっこいいとかかわいいとかじゃないこれパッ。そうでもない <laughs>。アフロみたいなの出てきたわ。スターね。 錦野さんみたいな感じね。うん、スターテンてテ。天女ポーチ。これはもうあれじゃないあの、可愛い,いやつじゃないあこれあれじゃないこれもあれじゃない主人公の仲間のやつじゃない十字架天使みたいな役どころじゃないこれでも330円になったらいいんじゃないびっくりも1個しかないけど。満天採女これも絶対可愛い,いでしょ。 そうでもないな。まあ、かわいいけどね。でも、キラキラしてる。すっごいキラキラしてる。あれ結構、キラキラ感が、あれだね。誰愛の千代子って誰 <laughs> 愛の千代子って誰あ、千代子が作るチョコ。チョ、チョコのことか。あ、でも、かわいいよ。ほら、愛のチョコ。はい。セントハットトリック。あ、これさっきいたね。こんなのね。サッカーっつって、最初の方でいたわ。あ、ダブルブッキング出た。あれ ちょっと待って、ダブルブッキング、さっきのダブルブッキングと違う。さっきのダブルブッキングどこ行ったえ、ダブルブッキングって何あこれあれだ。ひっくり返すんだ、ほら。ひっくり返すと、これはじゃあ、対になってるんだね。ある意味ね。うん、首、 首が回るとあ、天使にも悪魔にも属さないダブル属のヘッドなんだって。結構いいとこなのかないいとこのおじさんなのかなこれね。はい、最後に1枚。服用忌避なんか可愛いけど、ポージングがどうなってんだろうこれ。はい。ってことで以上でした。全然、あれだったね。なんか、何かのおまけみたいな切り取り線のついたやつもあったし。 でもなんか1個入ってたね。これも完全に普通のビックリマンだもんね。第何弾とかはね、わからないんだけど。しかも天使シールだからね。うん、しっかり飾りたいと思います。はい。ってことで以上でした。どうでしたでしょうか。まあ、詳しい方いたらね、ちょっと教えていただければと思います。ただ結構ね、可愛い子が多かったんで、開封としてはね、とても楽しめました。以上でございます。 えー、びっくりマン大好き。おやじでした。それではまた。バイバイ。なると始まった。